1年ぶりですけど手にしてみてどうですか？こんな軽いんだと思いました。はい。カソコルどこでやってましたか？グアムで7月です。私がリクエストしたちょっと天使っぽい格好したいっていうのを言ったので、なんか白いドレスに現地の方がお花を手作りして輪っかを作ってくださったので、それがすごいカレンダーでも DVD でもお気に入りのシーンなので見てほしいとこと、あとは3年連続でスイカ割りが入ってるので、なんでだろうって私は思ってるんですけど、なんかファンの方はすごい面白いって言ってくださるので、スイカ割りも見てほしいです。そんな最新作、まあ、定番の質問いきますけれども、はい、点数つけたら何点ぐらいいきますか？逆に何点だと思いますか？これは130点です。おお、じゃあ130点で、はい、そんなんで、はい、ありがとうございます。でも私が言ったってことにしないでくださいね。20歳になって新年迎えてどうでしょうか？お酒を初めて飲んだんですけど弱かったです。ダメですか？でもほろ酔いってやつは飲めました。矢沢さんには？あ、全然です、及ばないです。あと昨年フォンティさんと矢沢さんの卒業ライブ、号泣されてましたけど、今思い起こしてみていかがですか？でもなんだろう、最後に一緒にライブができて嬉しかったし、あの時はすごい寂しかったんですけど、あんまり実感もなくって、なんだろう、矢沢もQ様とかで見ますし、フォンティも今度舞台行きたいなと思ってるので、なんだろう、卒業したっていう感じはしなくて、お互いに頑張っていけたらなっていう気持ちでいっぱいです。春には5期生がいよいよ入ってきますけど。あ、そうでした。どうでしょうか？楓ちゃんが今まで最年少だったんですけど、それより下の子が入ってくるっていうので、リーダーのマイプルさんだけが心配です、私は。結構4期生が入ってきた時も、その言葉の違いに結構1期生びっくりしちゃったりとかしてたんで、その時に初めてなんかアゲポヨ的な感じのものが出てきたんで、5期生は何ポヨなのかなみたいな感じですね。今日の衣装のポイントですよね。今日はそうですね、もう20歳ということでちょっと一色でまとめました。ちょっとパーティーっぽい感じなんですけど、なんかお花みたいなのもついてるし、あとリボンが好きなんでリボンつけてます。はい、はい、皆さんこんにちは、横山瑠璃香です。この度サード DVD カラーリングを発売させていただきました。ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。